はい、では基礎法学憲法、具体的な公表についてやっていきたいと思います。まず基礎法学、非常にうまい問題です。何がうまいかというと、いきなりですね、ここにあります、第2弾の論理の操作についての説明として妥当なものはどれか。この第2弾の論理の操作なんてこう聞いたことないですよね。人間非常にドキッとします。でまたその言葉の説明がぐちょぐちょ書いてあるんです。なんかよくわけわからないよ。ここでやられてしまうと、まあ、これ罠ですね。思うツボということになります。このちょっと下見れば、反対解釈、もちろん解釈、類推解釈、拡大解釈、もういつもやってることなんですよね。なのでここはこの問題文のある前半部分に引っかからずに落ち着いて解けるかどうかっていうことだと思います。はい、次問題いきましょう。でこの問題、基礎法学はですね、2問出て、そのうち1問はちょっと取りにくい問題です。でこれについて、この問題に、問題簡単ですと言って説明公表しているところもあるんですが、これは簡単というのは、例えば大学とかでですね、民訴とか刑訴とかちょっとやったことのあるような人ですね。で、ここで見ていくと、本当にこの、このね、絵のところの検察審査会の制度なんかは、基礎法学としてやっておくべきところかなと思うんですけれども、この右のあたりなんかはちょっと厳しいです。でそれよりはもっとやるべきことがあるので、これは取れたらラッキーという程度の問題と、もちろん取れるに越したことはないんですが、その程度だとに認識していただくといいと思います。はい、次憲法ですね。今年の憲法は少し、ちょっとやや難しめだったかもしれませんが、問題としては、割と質のいい問題が出ていると思います。今年はですね、これはどの、問題もそうなんですが、割と問題文がきちっと揃っているという印象です。これ去年没問がありましたので、そのせいかなという気もしますが、非常にオーソドックスな文章になっています。ちょっと今まで憲法なんかは試験委員の色が強くてやりにくい、ちょっと他の国家試験と色が違ったやりにくい部分があったんですが、今年は揃ってるという印象です。それと今年のもう一つの特徴はここですね。ここにありますが、最高裁平成20年6月4日、割と最近のです。これ憲法だけじゃなくて他も出てますね。で特にここは違憲です。これ要はここまで事前に準備しておけというものではないです。現場でやってくださいという、ところです。全部そういうふうになってます。で、準備してないとできない問題ではない。ただこの問題について言えば、もしかしたらちょっと厳しかったかなという気はします、ね。基礎法学はしょうがないや、でじゃあ憲法からやろうって言った時に、このちょっとこの骨のある問題が出てきてしまうと。これはちょっと後回しにしとけばいいんですよ。で簡単な問題を取ってこう落ち着いて、それからもう一遍ここに戻るっていうふうにすると、本当は解けなかった人も解けたかもしれないっていうところはあります。でこの問題ちょっと難しいのはですね、大法廷は、国籍取得の場合ですね、お母さんが外国人、お父さんが日本人で、お父さんから認知されてないという場合に、出生後認知されましたと。で出生後認知される場合は、認知されただけではダメで、そのお父さんとお母さんが婚姻して、その純正という形でちゃんと嫡出子になって初めて、国籍取得の届出が、国籍の取得の要件を満たすということになっています。で、大法廷判決の方はその国籍取得のための要件が過剰だって言ってるのに対し、この藤田裁判官の場合は、要は認知だけで取れると書いてない、要はそこが不作為だって言ってる、大法廷とちょっと論理が、ある意味逆なので、そこが入りにくくなったのかなという感じはいたします。でこれヒントはですね、まず国籍取得のっては出てますので、これは法の下の平等なんだなっていう話がわかるかと思うんです。であとはですね、この4番と5番の勝負なんです。で意外とやってしまいがちなのは、ここの司法権が現行法の合理的なんとか解釈によりっていう、これですね、どうしても合憲
限定解釈、ね、合理的限定解釈って入れたくなっちゃうんです。で入れるともうここがトンチンカになっちゃいますので、まあ、そっちにはいかないと。であとは、ね、うはもう拡張で決まりと。そうするとじゃあ作為なのか不作為なのか、これが問題になるっていうところですよね。あちょっと汚くてごめんなさい、ちょっと消しましょうか。まあ要はここの作為と不作為、これが問題になるっていう話です。じゃあこれ、ここで読み取れるのかっていうところなんですが、あのヒントはちゃんとあります。ここですね。未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考える場合において、なんたらかたら、ここですね。未だ具体的な立法がされていない場合に部分と、この人不作為だって考えてるんです。でそうするとも、まあ、ここのあが不作為に入ると。ただこれは落ち着いてやればというところですので、まあ、あの落ち、まあ、パスしておいて後からやればいいという問題でやっていただくと割といいのかなという気はいたします。まあ、これはあの、まあ、と落ち着けば取れる問題というところの評価かなと思います。はい、次の問題いきましょう。司法上の法律関係の憲法上の効力、私人間適用の話ですね。これはあの、まあ、取っていただきたいところです。でこれはあのあこれはあの面白いなと思ったんですけども、似たような過去問は当然あります。それでですね、どこかと言いますと、あらちょっとこれ平成18年3問の、足3なんです。これ私人による差別的行為であっても、それが公権力と重要な関わりの愛の下で生じた場合とか何とかの場合には、法の下の平等を定める14条が直接適用される。法の下の平等が直接適用されるっていうのが、なんと今年もまたここですね、14条1項の効力はですね、労働関係に直接及ぶ、きっと同じ人が出してるんだなっていうのがこうねいう感じがちょっとします。まあ、これはあの取れていい問題、まあ、これ答えは4番ですけども、そうですね、ちょっともしやりにくいとすると1番、これあの罠です。どこが罠かというと、1番にあるところ、この一方が他方より優越的地位にある場合は司法の一般規定を通じ、罠がどこかっていうとここですよね。憲法の効力を直接及ぼすことができるが、あのこの優越的地位があるかどうかは問わないっていうところでも切れてしまうといいんですけれども、この一般規定を通じて直接及ぼすってあまり言わないんですよね。一般規定を通じて憲法を間接的に適用していく、まあ、要はそこを通じて効力を及ぼすという話なんです。間接なんですが、ここでまあ、ありえない理論を、まあ、普段はこういう言い方をしないものをこう持ってくるっていうところでちょっとこう脅かしてるなという印象はあります。これはあのただちゃんとこう検討すれば分かる足と言っていいと思います。はい、次権力分離ですね。これはですね、正解はこの4番ですが、この4番はこれ知らない方はいらっしゃると思います。必ずしもこれ芦部先生で有名な、まあ、学説なんですけども、ただ消去法 1,2,3,5 のところは普段やってる勉強でやってるところなんですね。なので消去法でできるだろうというのが一つ。あともう一つ、こういう見解も有力である、まあ見解もあるよっていうのははっきり言って誰かが言ってればそういうねあるだろうって、まあそういうなんて言うんでしょうね、国語的なあのちょっと試験とは関係ないところで、あこれはあるだろうなっていう、こう予想はつくかもしれません。まあそういうところでも、そういう観点からもまあ正解はできるかなっていうところです。それから次ですね、個数問題になります。で、行政書試験の場合の個数問題はこれは取れなくていいよ、点数、まあ、罠として出す場合と、これは取ってくださいという場合とがあります。これは取ってください方の、個数問題です。で議員の権能として正しいものはいくつあるか、でこれはですね、あの隠れ比較問題と私は呼んでるんですが、あの
国会と議員の権能化っていうのをこれ比較してるんですね、隠れ比較問題で。裁判官の段階はこれ、国会とは純粋な国会じゃないんですが、国会議員が構成する弾劾裁判所でやります、違いますねっていうのはすぐ分かる、ね。それからこの国政に関する調査、これはよく過去問で出ますよね、これは議員の権能として分かってほしい。で、資格総称、議員の資格、議員の資格、国会議員になるには、例えば衆議院でしたら成年者で、しかも25歳以上の日本国民とか、そういうことですよね。参議院でしたら30歳以上とか、あるいは衆議院議員は参議院議員になれない、その逆もあります。そういう資格の総称で、資格の総称っていうのは一番問題になるのは選挙が終わった後です。で、選挙っていうのは衆参同日選挙もやりますけれども、普通はバラバラということは、それぞれに争わないといけないよねっていうのは、ちょっとこう思い浮かべていただきたい。それから議員規則ですね、議員はそれぞれ独立して活動できなきゃいけない、自律的に、活動できなきゃいけないので、それぞれ自主的にルールが定められますよ、これ議員の権能。それから会期の決定、これはですね、国会の会期っていうことです。で、この時国会法で定められてるよっていうのが分かれば、もちろんそれはそれでいいんですが、分からないとしても、国会っていうのは衆議院と参議院から構成される、そうですね。で、独立活動の原則と同時に、もう一つの原則、大原則、同時活動の原則ですよ。同時っていうことは会期は同時じゃないといけないんですよ。っていうことはバラバラに決めちゃダメですよねっていう、その知識をいかに関連付けて有機的にしていくのか、こういうところ、覚えればいいっていうとね、これ覚えたもの、単純な暗記は忘れてしまいますので、実際に知識がどこまでこういう関連してこう、そうですね、有機的になっているかどうか、そこはちょっと一遍ご自分で振り返っていただきたいと思います。行政書士試験の範囲はね、もう単純な暗記だけではいけるような試験では、私は特に暗記苦手なので到底いけません、そういう意味で見ていた、そういう感じでちょっとご自分を振り返っていただきたいと思います。次、法廷における傍聴人のメモ、これですね、好きだなという感じがします。これ試験員が好きだなという意味です。これなぜかというと、平成18年出てるんですよね、筆記行為の自由について。これ、誤りの足ですが、十分尊重に値する。それから足の4、ね、報道機関の報道は、知る権利に奉仕するものだから21条の保障のもとにある。それから、報道機関の報道、正しい、内容を持つにを持つためには取材行為も21条の規定の精神に照らし十分尊重に値する、ね。このあたり、ね、すごくここ好きな、どうも好きらしいんですね、試験員が。で、これがこのまま出たなというのが、印象です。で、これはですね、レペタ訴訟の細かいところもあるんですが、もう足一番で切れないといけないと、ね、取材の自由は21条1項の規定の保障のもとじゃなくて、尊重、その精神に照らして尊重に値すると言ってるという、ここは有名なので、もう一番取って、はい、次行くっていう問題です、ね。ここは本当に好きなんだなというところです。以上でちょっと一旦、憲法終わりというところになります。